これです。あ、何か貼ってありますよ。はい。これ貼ってあるのは裏がマグネットになってまして、書き込んだ予定をボードにこういうふうに貼って使うんですね。はい。水曜日の16時。生徒からスケジュールの変更を受けた場合、名前が書かれた1コマ分を動かすだけで簡単に組み直すことができるんです。このマグネットについているのが実は付箋なんですね。ですから不要になったら剥がしてまたすぐに書き込むことができます。書き換えが楽ってことですね。楽ですよね。急な変更だとか書き直しが簡単なので、スケジュール管理がスムーズにできるというアイデアです。パズルみたいにこう指で動かすだけで予定がすぐに変更できたり、2人でそのボードを共有してお互いに同じスケジュールを見ているので、そこが便利ですね。